はい、高木先生、ご丁寧に紹介ありがとうございました。がんセンターの中山です。本日はここにありますように、最近がんの領域で、非常に注目されている、ゲノム情報に基づいた、個々人に最適された医療の実現、いわゆるゲノム医療の実現、実装に向けた、現在の取り組みの現状とその課題について、その中で統合データベースのへの期待という視点からお話しさせていただきます。今日の私の話は、実際の医療現場からどのようなデータベースがあると、いわゆるその最適されたゲノム医療が実現できるのかという話でありまして、前のお二人の演者、中村先生、金久先生の構築されたようなデータを使いながらですね、常時使いながら、臨床医師がいかにその効率よくその情報を使って医療に実現できるか、そういうところを目指している話です。まず最初に少しがんの話をさせていただきますと、これは、さまざまながんにおいてどのくらいのゲノムの変異、異常があるのかというところをグラフに示しているところですが、これは16カ国の参加による解析で7000例以上の症例を使ってですね、30種以上のがん種で解析しているんですが、横軸に少し分かりやすいように全ゲノム中の変異の数を示しています。ここに示しますように、数百から、多いものは数十万というスケールでこのレンジがあるんですが、例えば肝臓がんに着目をすると、この1つの点が1個人を表すんですが、少ない人は数百数千から、多い人は数万、あるいはその数十万という範囲で全ゲノム中には変異が入っているという状況です。ゲノム中のあらゆるところに変異が入っているという状況です。実際にはその中で、先ほどのそのタンパク質の構造に異常をきたすようなコーディングの領域の異常というのは、1%あるいはその2%程度なので、数十から数百というオーダーですが、このぐらい多数の傷がある、変異がある、しかもそれが個人間で2オーダー程度の、あるいはそれ以上の差があるという状況です。実際にこれは肝臓がんの症例で27、これ失礼、100症例近かったかな、症例のコーディングでどういう異常があったかということを示している。その中で、いわゆるがんに関係するような、いわゆるがん遺伝子、あるいはがん抑制遺伝子の起きている変異の数を調べているんですが、P53 という、眼科において非常に重要ながん抑制遺伝子の変異は極めて高頻度見られるんですが、肝臓がんの場合はその次に β カテニンという、これまたウィントシグナルの活性化に関係する遺伝子です。それ以外はですね、非常に頻度が低い10%未満のものがずっと続くと、そういう現状です。こういうものが、個々人のがんに限って言うと、数個あるいは10個ぐらいの傷がですね、リストとして上がってくる。すなわち一人一人のがん患者さんのにおいている、いわゆるコーディングの領域の遺伝子の変化のプロファイルを見ると、かなり個人差があるというのが現状です。その中に、例えばここに示しましたようなクロマチンのリブドリングが関係するようなものはいくつか拾われてくるので、ある程度のパスウェイに分けられるんだと思うんですが、このリストが上がってきたときに、この組み合わせの中で、変異があることは分かったけど、どれが効くんだろうということに、きちっと評価をする、そういうためのデータベースが必要ということは、一見して分かるわけです。例えばこれは少し違った手法で、血液の中から取られた DNA を使って、膵臓がんの、かなり進行した膵臓がんの血液中に漏れてきているがん由来のゲノムを解析するとですね、横がこういろんな症例です。でその縦軸にさまざまながんに関係するような遺伝子の変異を示してますが、赤印で書いたのは薬がある、そういう遺伝子ですけど、一目して分かるように、一人一人において、その薬の標的となるような遺伝子の変異のプロファイルもかなり異なるということが分かります。こういうことですので、例えばこの PI3 カイネスのプロファイザーを使ったとしても、それが効く人はかなり限られているでしょうし、例えば AKT の ALK かな、AKT の変異に効くようなものを使ったとしても、効く症例は限られている。こういうものが、こういう状況ですので、やはり個々人でどのようながん科のドライバー遺伝子の変異を持っているのかということを、きちっと把握することが、おそらくは効率的な治療法につながるだろうということが、このデータからも分かるわけです。で、実際にこれは当時、自治医大、今東大の教授をされていて、この4月から国立がんセンターの研究所長も兼任されていますが、真野先生が2007年にですね、肺腺がんという、上皮性の腫瘍で EML4 アルクという遺伝子変異を見つけられました。これは上皮性の腫瘍では世界で初めてこういう遺伝子同士がくっついて融合遺伝子を作る、それが眼科に寄与しているところを見つけた最初の例ですが、この発見からこういうものが見つかっていると、これはがんに特異的なわけですので、アルクの阻害剤を使えば、
効率的に効くだろうということが想定されるわけですが、実際にこのアルクの阻害剤を使いますと、このように右肺野は非常にその広範に肺病変が浸潤している線がの例ですが、薬を投与すると非常にきれいに治る。このようにこれは数十例の症例においてどのくらいその腫瘍が縮小したかということを示すウォーターフォールプロットですが、多くの症例で腫瘍が縮小している、優位に縮小しているケース調べても 6、7 割と非常にこう劇的に効いているわけであります。これは従来の抗がん治療に比べてどのくらい劇的かというと、これは同じ肺腺がんをそれまでのよく効くと言われているプラチナ製剤を使っていろんな抗がん剤をミックスしているんですが、実際にステージの進んだ患者さんですので、あえて治療積極的な治療をしないという選択肢もあるわけですが、サポーティブなケアをしたケースと比べて、このようにプラチナ製剤を使うような薬を使った時にどのくらい生命予後が改善するのかですが、このデータではいろんなデータを合計しても3ヶ月程度の延命です。それに比べると先ほどの非常にその個別化された適切な治療薬を使えばですね、その変異がある患者さんにとっては劇的な効果が期待できるということが、こういうことがきっかけに最近の個別化医療を推進する動きが出てきているんだろうというふうに思います。こういうことを踏まえて現在エーメドの方ではですね、先ほど石山執行役員が説明されましたが、エーメドの方でも積極的にこのゲノム医療を実現するためのプロジェクトを推進しようということで、いくつかの事業が文科省あるいは厚労省の支援の下で進められています。で、特に厚労省の中では、このゲノム医療を実用化するためにはどういう問題点があるのかということを抽出する、そういうパイロットスタディが2年ほど前から始まり、で今年からは実際その実装するためにどのようなベータベースを作るべきかということが、いくつかの疾患を中心に進められて、まさに始まろうとしている状況です。で、当センターではこういう国全体のゲノム医療実践化の動きに踏まえてですね、例えば院内ではゲノム医療を実装するためにどのような医療現場でどのような仕組みが必要かということを検証するシステムを立ち上げてますし、一方ではスクラムジャパンという全国ネットワークで、先ほど示しました肺がんがあるくのようにですね、一定の変異があると、そういう患者さんを持った人をスクリーニングできれば、その症例には適切な治療薬を使った治験に組み込むことが可能なわけで、そういう仕組みを作っている。これは企業の支援を得ながら、企業治験という形でやってますし、こちらの方は公的な研究費を使いながら、医療現場の実装ということを目指して、両輪でこのゲノム医療の実装にどのようなことが必要かということを検討している、そういう状況です。で、例えばそのスクラムジャパン、全国ネットワークの場合には、基本的にはその解析すること、用いるものは共通なんですが、患者さんから資料をいただき、それを次世代シーケンスで解析することによって、特異な遺伝子があるかどうかを見つける。で、見つかった場合には、それに対する治療薬を使った治験にエンロールすると。今現在は肺がんに関しては全国200施設以上、消化器がんに関しては20カ所の拠点とネットワークをつないでですね、そこで適切な患者さんがいた場合にはそのゲノム診断をし、適切な治療薬にを使った治療を行う、そういう仕組みができています。で、その中の我々センターの中でも肺腺がんに関しては、先ほどの天野先生のアルク融合に同等に、例えばレッドという新しい融合遺伝子を見つけてきたんですが、このように肺腺がんの場合は先ほど説明がありました EGFR という遺伝子変異、これが日本人の場合はかなりコモンなんですが、それ以外にも数パーセントの割合で、レアではあるんですけど特異な変異が見つかっています。これで全体では6割強7割近い肺腺がんの患者さんには何らかの薬が存在する、そういう状況です。例えばレッドに関しても、先ほどのアルク阻害剤と同様に全国ネットワークを使って患者さんをサンプルをリクルートして、そのゲノム診断をして、実際に変異が見つかった患者さんにレッド阻害剤の治験を行うと、かなりよく効くという状況が見えてくるわけです。こういう仕組みを広げていこうということです。一方、トップギアの中では、これは院内でじゃあどのぐらいのシステム、どういうふうな陣容、あるいはどういうふうな検査システムを立ち上げるとこういうことがうまくいくのかということを実際に試行しています。実際のスタートは2013年、もうほぼ3年前なんですが、まずトップギアという名称のプロジェクトですね、プログラムの開発で、変異があった時にその変異を正確に抽出、多くのデータの中から抽出し、その精度を正確に読む、そういう仕組みを
作りました。でしかもその検査結果を実際にレポートという形でドクターに返す必要があると。あの一般の臨床医はゲノム変異データがたくさん見せられてもどうしていいかわからないので、まあ、適切なレポートという形で返す、この仕組みを作りました。でしかも、同時にこの仕組みはやはり外来患者さんの場合には初診をして、まあ、できれば2週間以内に返す、次の受診日にはその結果が書いているというのが日常の臨床なわけですけど、まあ、そういうことが可能かどうか、まあ、実際この当初これを始めた頃には1月あるいは2月ぐらいの時間がかかっていたのでとても現場では使えないという状況でしたが、今では2週間で返せる、まあ、そういう状況になっていて、具体的に今年の5月からその仕組みで稼働を始めています。もちろんまだまだ1センターでできる解析できる数、症例の数というのは限られているんですが、まあ、この5月からですね、かなりのペースで現場からの依頼が来ているという状況です。ただこの仕組みを動かすためにはやはり通常の医師がその空いた時間で担当するというのは不可能で、やはりこのクリニカルなシークエンス、臨床現場でのゲノム情報を使った診療に専門的に携わる医師を置き、その医師にですね、各診療科の担当医から依頼をする、その結果を返すときにもゲノムの解析結果、あるいは病理の結果、あるいはその様々な専門の方々の意見、先ほどの金瀬先生の話にやりましたけど、変異がじゃあ実際どういう生物学的意味を持ちそうなのか、それが患者さんの個々の症例で、効果がありそうかということもやはり検討した結果、かなり精度の高い、角度の高い情報として返す、この仕組みを取る必要があるので、まあ、かなりここには専門性が求められます。まあ、こういう仕組みを立ち上げたということです。で、まあ、実際この経過、まあ、試行的な経過でもですね、まあ、非常にまあ効いた症例ですけど、この患者さんは38歳の卵巣がんの患者さんで、7つぐらいの臨床試験を行ってもほとんど何も効かなくなった患者さんです。その患者さんが、のゲノム検査を解析をすると AKT という遺伝子に変異がある、そうすると AKT の阻害剤を使ってやりますと、こういうふうに、肺内の病変が非常に劇的に効いてですね、まあ、現在治療後2年間生存を続けているということもあります。まあ、このようなものを患者さんをですね、できるだけ数多く増やしていきたいというのはこの院内のシークエンスの、心であります。で、まあ、現在は繰り返しますけど、患者さんに説明をし、それから検査等で得られた、あるいは手術で得られた資料を使って次世代シークエンスのパネルで解析をし、その臨床的な意味合いについて専門家が議論した後に治療選択をして、さまざまな治験治療のプロトコルにエンロールする、割り振る、そういうことが出来上がって、これが2週間でできているという状況です。もちろんここには現在多くの人材が関わってきますので、これが数が増えてくると、おそらくこのエクスパートパネルでの議論も時間的な制限がありますので、こういうところにも今議論になっている AI、人工知能の導入ですね、そういうものが早急に求められるという状況です。で、現在我々ではここに示しました百数十個の変異遺伝子、あるいはその融合遺伝子ですね、がんに特有な融合遺伝子を搭載しているパネルを使って迅速な診断をしています。もちろんこのリストは新しい融合遺伝子、新しい変異遺伝子、薬のターゲットが見つかってくればこのリストも増えるわけですけど、増える、あるいはその変変えられるわけですが、現在こういうところで続けていて、現在その試薬代だけで施行すると1症例あたり25万円ということであります。これできるだけコストを下げていきたいと。それからこういう状況に基づいて、今は院内あるいはそのスクラムの中で個々の症例のデータを解析して返したわけですが、そういうデータを経験値として蓄積し、それは将来的には多くの医師、臨床の現場の医師が利用できる、そういう形なデータベースを構築する必要があるわけで、その事業としてこの今年からですね、臨床ゲノムの情報の統合データベース事業、こういうものがスタートして、まさにスタートしたわけです。で、我々はがんの領域でこれまでの経験を生かして、いわゆるその治験へのエンロールをするようなスクラムジャパン、あるいは院内でのゲノム医療の実装に向けた試み、こういうところを通して、で加えて、この仕組みの中で遺伝性腫瘍、これはがん全体の 5% 前後と言われていますが、遺伝性腫瘍も見つかってきます。そういうものも、あるいはそのハイリスクの方を中心に、この3つの大きな柱でですね、ゲノム医療の実装に向けてこのデータベースの構築を目指しているという状況です。で、簡単にその3つのプロジェクトの概要ですが、スクラムジャパンでは進行肺がん、消化器がん、トップギア、院内のシステムとしてはこれ様々ながん種を対応しています。ですからいろんな診療科からゲノム診断の必要性があればその依頼を受けて解説、遺伝性腫瘍の場合は遺伝性、家族性が強高そうな疾患について
解析をするわけですけど、まあ、対象としてはこちらはがんの細胞、単細胞変異であり、こちらは家族性な変異で生殖細胞変異です。まあ、数は、その解析の方法によってかなり限られるんですが、まあ、スクラムの場合は これまで2000例近く、トップギアの場合経験として100数例ですが、まあ、今後は年間に2000例あるいは200例、200例という形でまずスタートしたいと思います。まあ、これは単にそのシーケンサーのパフォーマンスの精度ですので、能力ですので、その能力が上がれば数倍、5倍ぐらいの解析能力が可能だということであります。で、まあ、それから遺伝性腫瘍、これも非常に重要で、まあ、5% ぐらいあると言われているんですが、まあ、遺伝性の腫瘍をどういうふうに患者さんに返すかということが大きな問題なんですが、でもあらかじめハイリスクであることを自覚することによって、できるだけ早期にがんを見つけることが可能だということがあります。まあ、有名な例では乳がん等に関しては、このブラカ1、ブラカ2という遺伝子変異はかなり有名ですので、まあ、そういうものがあることが分かればですね、非常に未然に、あるいはその予防を丁寧に検証を受ける、まあ、そういうことが対策が取ることが可能だということで、これも進めています。で、さらにやや厄介なのはですね、いわゆる普通のがんだと、普通の胃がんだ、普通の胆道がんだと思って症例の中にも、まあ、頻度は低いですが、この家族性だろうと思わせるような類似した変異が見つかるケースがあるので、まあ、こういうものに対しても対応を迫られる、まあ、そういう時代が来ているんだろうというふうに思います。で、加えて、まあ、これはすぐに治療薬が見つかる、まあ、そういうものでもないんですが、やはりがん患者さんの中には、まあ、従来は、うちはがん家系だと、家族の中になんとなくがんが多い、大腸がんが多いということが言われていますが、そういう体質ですね、がんの感受性という遺伝子もやはり、先ほどの遺伝性腫瘍のブラカ1、2というような遺伝子と比べてその影響力は必ずしも強くはないですが、例えば肺腺がんの感受性を司る免疫関連の遺伝子というのは、まあ、この遺伝子のアリルを持っているとそうでない人に比べて数倍 1.4 倍とか 1.2 倍高いというふうなリスクを上げるものがあるんですね。こういう組み合わせによって、まあ、2つ、もし2つアリルを持っていればおそらく2倍以上のリスクが上がる、まあ、こういうものもその個々の遺伝子のインパクトがいいですが、体質ということも今後はその日常生活を行うにあたってですね、何らかの注意喚起あるいは行動変異を求めるような時代が来るんだろうというふうに思いますので、これは将来の医療に向けてこういうものも解析をしているという状況です。それからこういうゲノム利用が必要な、もう一つ大きな理由として、やはり海外あるいはそのグローバルな共通の所見だけでは、知見だけではなかなか解決しえない問題があると。例えば肺腺が一つを取ってみても、日本における肺腺がんの変異プロファイルというのは米国で見るプロファイルと大きく異なります。ですので特に顕著な EGFR 範囲で変異で、これは日本の肺腺がんの半数以上に見つかるわけですので、まあ、そうすると、まあ、日本あるいはそのアジア地域ではこういうものに対する治療戦略、薬、この開発が非常にその肺腺がんを全体的に死亡率低減化には強いインパクトがあるということですので、まあ、こういうものを見つけていく必要がある。それから例えば乳がんの場合でも、日本は他の国と比べて頻度的には低いんですが、まあ、その理由は何か、ただ低い割には若い世代の乳がんが多いとかですね、同じく卵巣がんに関しても海外に比べると少し若いところにピークがあるんですね。それが実際どういうふうな遺伝的な背景によるのか、こういうことによっておそらく国固有の、各国固有の、あるいは日本固有の対策キャンサーコントロールの対策が変わってくるだろうということですので、まあ、こういう原因も合わせて見ていく必要だと。そのためにはやはり正確なデータ、正しいデータを、まあ、冒頭に中村先生もおっしゃってましたが、正しいデータを入れていく、それをきちっと意味合いを吟味しながら、ここにおそらく金井先生がおっしゃったような機能的なアノテーション、そういうものも非常に重要になってくるかと思います。で、まあ、これが臨床ゲノム情報統合データベースというものですが、で現在今年から始まったので、もうこれはもう公表されているので出していいと思うんですが、厚労省の場合はすぐに医療現場に返せる疾患にある程度、限定をしてまずスタートしています。一つはいわゆる、まあ、難病と言われるものです。それからもう一つはがんですね。それから、まあ、認知症あるいは感染症というこの疾患をある程度限定をして、まずこのすぐに臨床現場に返せるものからスタートをしています。で、がんに関してはここに示しますように4つのグループが採択され、この中でですね、まあ、日本中で例えばがんセンターとか例えば東大とか、そこだけでゲノム医療ができても仕方がないわけで、それを日本の中でどういうふうに情報を共有するのかというところは、まあ、いくつかの拠点が中心となってお互いに情報を共有しながら
で共通のデータベースを構築する、まあ、そういう仕組みが必要です。もちろん将来的にはこの4つでは全然不十分で、おそらく全国的に10、20ぐらいの拠点とそこに、リンクするような関連病院との連携ネットワークを構築しながら、ハブとハブ&スポークという形ですかね、こういう形でネットワークを広げる、そういうものもイメージしながら将来に広く使える利活用可能なデータベースを構築していくことが求められているという状況です。で、実際その集まってきたデータをじゃあどういうふうにその中央統括をしてそれを処理するのかということで、中央データベースに関してもつい最近ですが3つのグループが採用され、これも少し疾患ごとにあるいはその機能的に役割分担がなされて、これからやはりこの3つがバラバラに動いてもしょうがないので、先ほどの疾患担当の拠点とリンクしながらですね、お互いに知恵を絞って共有していくと、その時にがんと難病、感染症、認知症というデータベースは、まあ、疾患固有性は保ちながらでもお互いの情報を共有できる仕組みを同時に作らなきゃいけないという難しさがあります。と言いますのは、ちょうど少し詳しく話しますが、がんの場合、がんとしてゲノム生殖細胞を仕上げていると予期しない遺伝性の疾患の遺伝子の変異が見つかってくるわけですね。その時にがんの専門家は例えば難病の対応は不可能ですので、まあ、そういう時にどのような連携を取るか、しかもそのデータをすぐに参照できるのかって構造的には、構想的には非常に似たようなデータベースを構築する必要があるので、疾患間でも連携を取りながら進めていく必要があるということです。で、これはその中の先ほどの3つのデータベース拠点の中で採択された我々ナショナルセンターの仲間の一つである国立国際医療センターの加藤さんの提案ですので紹介しますと、イメージです。イメージとしてこれで決定したわけではないですが、これからどういう形にするかはその3拠点で議論がなされると思うんですが、イメージとしてはまずその様々な疾患からその疾患に関連するような遺伝的な変異、それはその病変の変異からその個人の体質を示すような変異、そういうものを集めてくると。しかもそういうデータがじゃあどういうふうな機能を持つのかということも、統合しながらね、専門チームで機能しながらこうそのデータ正しい利活用可能な有用性の高いデータベースを作っていく。でさらにその際にはデータベースを構築する際にもゲノム情報だけでは不十分で、そこに非常に詳細な臨床情報がついてこないと意味がないです。こういう変異を取った時、その患者さんがどういう臨床状態であったのか、所見があったのかということを正確につなげる必要があるので、臨床化とゲノム解析のデータがやはりリンクしなきゃいけませんし、しかもこのデータは臨床所見はその、想定しないものも上がってきますので、さまざまな遺伝性疾患を扱っているさまざまな学会グループとか専門家のグループと連携を取りながらやっていかなきゃいけないと、非常にハードルの高い、でもやらなきゃいけない仕組みになっています。そういうことによって最終的に、非常にその意味のある臨床の現場で意味のある臨床の先生方が使って、その辺ゲノムが詳しくない方でも使って正しい医療ができるような、そういうデータベースを構築していく必要があるということで、その時に、データベースもおそらく大きく分けて3種類あるだろうと。図は複雑ですけど、先ほどのさまざまなステークホルダーの方々と協議しながらですね、イメージするデータベースとしてはゲノムを解析して、例えばゲノムを解析してくる、ローデータのデータ、これはさまざまな研究が使えるものだと思うんですけど、加えて各疾患領域でそのゲノム情報が病変と疾患の患者さんの状態とどう関係するかを一生懸命こう専門家が知恵を絞ってリンク付けをする、機能的なアノテーションをする、臨床的なアノテーションをする、そういう現場があります。でこういうものを統合して最終的には皆が使える、医師が使える、現場で使える、非常に使いやすいデータ、ここはもう間違ってはいけない情報です。ここでその可能性があるとか、この差の辺が何パーセントぐらいの情報では決してそれは臨床的理由ではないので、ここの統合データベースというのは非常にもう知識が集約したような、ナレッジが集約したようなレベルのデータベース、大きくこの3段階があると思うんですね。で、この MEDC はおそらくいろんなところで関わってきていただけると思うんですけど、内容的にはこういうものがあるというふうにご理解ください。で、イメージとして各ちょっと少し分かりづらいんですが、疾患領域ごとに、がん、あるいは難病、あるいは感染症、疾患ごとにいくつかの拠点が集まって、先ほど言いました3つのデータベース、ローデータから疾患固有のデータ、さらには臨床ゲノム統合データベースという知識ベース、こういうものを作り込んでいく、こういうことが国全体で進められていると。いうふうにご理解ください。で、がんに関して言うと、先ほど言いましたが、そこには3種類のデータは本当にローデータ、ここにはただこのデータは
ローデータですけど、さまざまな研究家に使、研究者に使っていただいて、そのデータの持つ意味合いですね、科学的にやはりエビデンスを出してもらう必要がありますので、まあ、ある程度制限した教員になるでしょうけど、そういうデータです。あるいはその疾患の現場ではですね、もう少しその専門家が集まって、被体を見つけながらご議論して作っていくもの、それからリフレンス、まあ、こういうものが各疾患ごとにできる。しかもそれが疾患間で連携をすると、まあ、繰り返しますけど、そういうものを作っていくということが求められているわけです。で、がんに関しては、今現在4つという拠点の話をしましたが、まあ、今後全国的にその4つではおそらく不十分で、まあ、どのくらいの規模のネットワーク拠点が必要か、まあ、それもおそらく試行しながら、その必要な数がある程度見えてくると思うんですけど、今がんの患者さんは年間に100万人新しく発生しています。そのうちのおそらく60万人ぐらいは手術等で治る患者さんだと思うんですけど、40万人やはり抗がん剤の治療を受ける。そういう中で最終的にやはり抗がん剤の効き、あるいはその適正等で、まあ、10分の1、20分の1の患者さんがその治療が必要になってくると、まあ、そういうオーダーですね、数万から数十万、そういう10万ぐらいの患者さんがおそらくそういう治療を求める。それが、日本全国の拠点のネットワークでどのくらい可能かと。今私うちでできたがんセンター一つできるところは、まあ、マックス数千と、そういうオーダーですので、まあ、それは機械のファシリティが上がればワンオーダー上がるかもしれませんけど、それでも、数万数十万の規模には対応しないので、まあ、そういうものをみんなで知恵を絞りながら考えていく。ただ一旦こういうデータができれば何も拠点に集める必要はなくて、解析をすればそこはコマーシャルでも構わないし、診断会社も構わない、精度の高いことができればですね、そういうところに出して結果が返ってくれば、その結果に関してどういう治療が可能かっていうのはこのデータベースにアクセスすればできる。そうですので、まあ、40万をいっぺんに考え扱う必要はないわけですけど、まあ、そういうところを仕組みをこの数年のうちに立ち上げていく必要があるだろうというふうに考えています。で、実際にこのデータベースをどういうふうに使うのか、これまたデータベースを作っていない段階でのイメージですけど、こういう加藤先生を中心にこれができるとこういうふうな使い勝手があるということを、まあ、ユーザー側の視点から、まあ、いくつかのイメージで作っていますのでご紹介させていただきますが、例えばがんで診療の現場でがん細胞の変異が見つかって、例えばそれを解析したらあるパネルの AB という遺伝子が見つかってきたと、体細胞変異だと、ジャームラインではないということがそのアレル変異アレルの頻度から分かるんですが、これがどういう意味があるのかということで日本人の、まあ、臨床ゲノムデータベース入っていた、ここに行けば、まあ、正しいデータが入ったんですけど、実際行ったのだけどなかったということ、なかったんだけどこれは間違いではなくて、ここには極めて高い精度の高い臨床現場で間違いなく使い物しか入っていないので、そうしますとなかった場合に、じゃあ個々のデータベース、疾患群のデータベース 2でしたかね、に戻っていくと、そこに実際に複数の症例でこの変異が見つかってきたと、まだまだその臨床的に意味付けははっきりしないので載っけてないということが分かってきた。そうするとこういう情報があると、まあ、これは何らかの分子標的です選択につながるということが、まあ、判断できるわけです。逆にこのデータは次にこちらに行く精度の上がってですね、将来的にはこちらのベースに入っていく可能性があると、まあ、こういうデータをユーザー及びそのデータベースを作る側、あるいは研究者側がですね、共有しながらこのデータベースをより精度高いものに作り上げていく必要があるだろうというふうなイメージです。で、例えばもう一つの例では、今度は生殖細胞変異で、非常に頻度の高いジャームラインの変異が見つかった、これはどういう意味があるんだろうということで、実際に海外のクリンバークリンジェンという大きなデータベースに行っても登録がないと、日本側の先ほど言いましたナレッジデータベースに行くと、確かにこのデータは、他の遺伝性疾患の皆さんしかもので、登録されているということですので、もしかすると病的変異の可能性があるというふうなことが導き出せると、まあ、これは海外のオープンなデータとこういう我々が作り込んでいこうとするデータベースの、まあ、運用にということです。一方、同じように、シークエンスした、本来はがんの変異を見つけようと思ってシークエンスしたんだけど、実はなんかよくわからないけど生殖細胞変異を見つかった、これは病的意味はあるのか、クリンバー世界的なデータベースに登録もない、で、臨床ゲノムデータでも登録はない、じゃあがんのデータベースに行くとまた何かあるのかということで制限共有していると、まあ、これは研究者が使えるデータベースですが、行くとまだローデータの段階ですが、非常にそのプリミティブのデータとして、まあ見つかった。ただこの遺伝子に関しては別のところに変異があって、それがまあかなりストップコドンが発生するような変異だと、そうすると、まあ、これは見つかってきたけどそれ以外見つかってないとすると、この病気には関係するけどおそらく、まあ、この変異ベースサブティシュージョンそのものはですね、あまり病的な意義はないのかなということが、まあ、こういう経験値も蓄積すると、まあ、先ほどから言いますようにこのデータベースが
もともとの臨床ゲノムデータベースが充実していくということです。同じような形で、例えば疾患が臨床ゲノムなんですけど、がんで始まったんですが、循環器、あるいは希少疾患のデータベースにも参照できるようになってくると、その患者さんが、予期しない病態と関係するような変異があったということも、これが疾患間のデータベースを共有するシステムがあると容易に可能になるという仕組みですので、さまざまな利活用の道がおそらくあると、これは繰り返しです。あるいはその難病、逆に難病の疾患から入ったとしてもですね、その疾患の意味合いを別のデータベース、これは疾患群のデータベースを構築する。これではあまり意味がなかった、よく見つからなかった。でももともとの例で同データですね、研究者が自由にある程度制限距離で使えるようなデータベースに行くと、非常に不利な状況で、何らかの変異があったと。で、メーテーションの以外にも構造異常というデータとして情報が集積されていた。そうするとまたこれもこの疾患との関係が示唆され、そうすると少し機能的な生物学的意味合いについて研究者としては論文につながる仕事ということで、このモチベーションが上がってくるということで、3つのデータベースはおそらくさまざま利活用のレベルが異なりますが、研究的な意味合いでの利活用、あるいはその疾患の病態の解明というかの利活用、もう少し現場に近いところの利活用、こういうことをイメージしてデータベースを構築していきたいというふうに今考えているわけです。ただ、とは言ってもですね、通常に作るデータベースと臨床情報をつなげるというのはなかなか容易なことではなくて、カルテに記載された情報とゲノム情報を適宜こう抽出しながらピックアップしなきゃいけない。じゃあその電子カルテというのはじゃあ日本共通かというとバラバラなんですね。そういう問題もありますので、そのある一定の電子カルテのシステムから正しい臨床情報、必要な情報をどうやったらピックアップできるかというところもやはり検討しなきゃいけなくて、これも実際厚労省の事業として今年から始まっています。イメージは、医者が使いやすいそのデータ、ゲノムの情報とその診療情報をいかにしてつなげるかということで、これは想像以上に難しいみたいなんですけど、そもそも今の状態でカルテが本当に精度が高いかどうかという問題から、本当は吟味しなきゃいけないので、そこに専属にやはり関わる必要が必要で、やはり専門性を持った方がそれを見ながらそのゲノムの情報にくっつけていい情報をきちっと見極める必要があるので、これも将来的には個人の能力によらずに AI がですね、いろんな情報から精度が高いものを抽出する、あるいは多少モディファイして、おそらくこれ公開書いてあるけど書き間違いだろうとこうだろうということまで含めて判断できるような仕組みをおそらく作っていく必要があるでしょうけど、当面はおそらく人の力によってこういうものをうまく作り込むようなゲノム診断を支援するようなシステム、こういうものがおそらく求められるということです。このように最終的なイメージは繰り返しますけど、各疾患領域でそこのゲノム解析して出てくるようなデータ、および各疾患領域での専門性の高いデータ、それを集約するようなデータ、これら3つのデータがやはりいろんな方にこう使ってもらうことによってですね、その意味合い、精度が高まっていく、そういうものをおそらく作っていく必要があるだろうというふうに今考えているところです。で、これは最後のスライドになります。ただ今日はそのゲノム解析をし、それを医師が使える、あるいは研究者が使えるというところからデータベースの重要性を言いましたけど、それもそこを非常に利活用の高いものを作り込むにはですね、そういろんな人の貢献が必要である。で、加えてそのゲノムを回収し、そのゲノムを解析し、その結果を患者さんに返すときには、これまでにないさまざまな専門性を持った人たちを同時に育てる必要があるということです。今臨床の現場で、今ゲノム体細胞変異、ジャムライン変異ということで、この特定の遺伝子の変異をリストを見せたときに、その意味合いを瞬時に理解できる医師は必ずしも多くはないと思います。で、しかもその抗がん治療をなっているがん腫瘍の専門医ですらですね、おそらくそれほど高い専門性を持っている。もちろんきちっと教育をし、きちっと指導すれば、あるいは情報を提供すれば、そういう方々はあっという間にその正しい情報を集約するわけですけど、でも医師だけではきっとこのシステムそのものは動かない。やはりその病院に関わるさまざまな人たちがそのゲノム医療ということを理解する必要がありますし、加えて、がんを治すだけではいいんですけど、病変を治すだけではいいんですけど、その解析の途中で本来持っている遺伝的な変異も見つかってくるわけですね。インシデンタルファインディングとかセカンダリーファインディングといいますけど、それはご本人も予期してない、あるいはその医師側も予期してないことが起こり得るわけですね。そういうことが起こります。通常の胃がん、大腸がんを解析していても、先ほど言いましたように、ある一定の割合で遺伝性ではないかと思われる症状が出てくるわけですね。それを見たときに、それを返さない、患者さんを返さないということは、おそらく難しくなってくる。
しかもそれが何らかの予防方法がある場合ですね、まあ、そういうこともありますので、遺伝カウンセリングというのを診療のパスウェイの中でどの段階で行うのか、それに対して実際それが見つかったときにどういう返し方をするのかということも吟味しなきゃいけませんし、そのための専門家、カウンセラーという専門家も作らなきゃいけないし、医師もおそらくそういうことを身につけなきゃいけないので、まあ、システム、データベースも重要です。それがなければ物は先に進まないんですが、等しく重要なのがその人材の育成だということであります。非常に雑把になりましたけど、以上で本日のお話を終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。